古島剛君。はい、皆様こんにちは。こんにちは。自由民主党絆の古島剛でございます。山本代表が去られた後、席をぬくめてしばらくの間ぬくめさせていただきたいと存じます。早いお帰りを心からお待ちを申し上げます。まずもって先月の25日襲来をいたしました台風15号で被災をされました皆様方に心からお見舞いを申し上げます。今朝も鏡支所の横を通ってきましたら、災害ごみの搬入でトラックが渋滞をいたしておりました。一日も早い復旧をお祈りを申し上げます。さて、今定例会における質問通告ではスーパー元気県への質問が多いようであります。本議員も地元地域での施政報告でも取り上げさせていただきました。市民の方からいろんなご意見を拝聴をいたしました。市の制度設計も問題であると同時に、議会も代理購入の制限がない制度設計を事前にチェックできなかった、そして関連予算を全会一致で可決をした、議会の責任も重いと強くご指摘を受けました。本議員もご指摘を真摯に受け止め、このことを教訓とし、さらに研鑽を重ね、市民の皆様の負託に応えることができるよう全力を傾注してまいりたいと思います。それでは通告に従い順次質問をいたします。1項目目、結婚活動応援事業について。1点目、結婚活動応援事業の財源に充てる地域住民生活等緊急支援交付金の趣旨について。2点目、市として一旦終了した婚活事業をなぜ再開するのか、またこれまでの婚活事業の課題は。3点目、結婚活動応援補助金対象は5団体とあるが、どのような団体か、過去の婚活事業と比べ、婚活の事業ではさらなる効果をどのように想定しているのか。以上3点について企画振興部長にお伺いをいたします。なお2項目目、児童生徒のスポーツ環境整備事業について。3項目目、新庁舎建設について。4項目目、私立病院事業検討委員会については、質問者席にて行います。福永企画振興部長。はい、こんにちは。結婚活動応援事業についてお答えをいたします。まず本事業の財源とする地域住民生活等緊急支援交付金についてですが、これは地方版総合戦略の策定に先行して実施する町・人・仕事創生の取り組みを国が支援するための交付金であり、一部はすでに平成26年度補正予算で交付され、今年度へ繰り越して事業を実施中でございます。今回の交付金は地方創生先行型の上乗せ交付分であり、
地方版総合戦略を本年10月までに早期策定する自治体に対しまして、戦略に掲げる施策の早期実施を支援するために、1自治体あたり1000万円を上限として交付されるものであります。次に、今回再び婚活事業を行う理由についてですが、前回までの単に出会いの場の提供のみならず、今回の事業は町、人、仕事創生に向けた人口減少対策の一環として取り組むものであり、本市総合戦略の施策にも位置づける予定でございます。これまで実施した婚活事業の課題といたしましては、パーティーやお見合い形式であったため、結婚という色が出すぎて気軽に参加しにくいなどのご意見や、同じ参加者に固定される傾向が見られました。また、事業を発展・継続させるためには、行政だけでなく、地域の方々にも主体となっていただき、共同で取り組んでいただく必要があると考えております。これらを踏まえ、今回予定しております結婚活動応援事業としては、2つのタイプを計画しております。1つ目は、体験型婚活イベント事業であり、これは本年5月に開催された九州国際スリーデーマーチで同時に企画されたウォーキングと船出浮きを組み合わせたゆらり婚活をモデルとし、例えば農産物の収穫体験やもみじ狩りなど本市の特色を生かした体験イベントにより出会いの場を作るもので、公募型プロポーザルにより事業者を選定する予定でございます。2つ目は結婚活動応援補助事業であり、結婚活動を実施する団体へ補助を行うことで、民間による結婚活動事業を促進させるものでございます。対象団体としては住民自治組織や経済団体等を想定しており、これら団体と協力することで、地域ですでに活動している方々との連携や、昔ながらの仲人活動等において、独身者の力になりたいと熱意のある人たちの力を最大限に生かすことも考えております。このようなことから、本事業の効果といたしましては、人々に親しみのある本市の体験イベント等を利用し、また、民間団体との一体的継続的な関係を構築することで、従来以上の参加者並びにカップル誕生数の増加につなげるものと考えており、ひいては定住促進にも寄与するものと期待いたしております。以上、お答えといたします。古島剛君。はい、ご答弁をいただきました。この事業について、自分なりに解釈をして少しだけ申し述べさせていただきたいと存じます。この事業の背景には、昨年の5月に増田元総務相らの日本創生会議が発表をした自治体消滅危機が大きなきっかけでありました。このまま少子高齢化と人口減少が続けば、地方では仕事がないことなどから、東京一極集中が加速をし、30年後には20代、30代の女性が半減をし、機能維持が困難になる、消滅の恐れのある自治体が全国で869にも上るというショッキングなものであり、本県熊本県45市町村のうち26の市町村が消滅する可能性がある自治体に該当、うち16の市町村がここ県南に集中をしています。地方創生法第2条において、
結婚、出産、または育児についての希望を持つことができる社会が形成されるよう、環境の整備を図ることと謳われています。本事業の目的達成のため、行政、地域一体となって取り組む必要があると考えます。本事業の効果を注視してまいりたいと存じます。議長、古島剛君。次に2項目目、児童生徒のスポーツ環境事業について伺います。1点目、本事業実施についてこれまでの経緯と進捗状況について。2点目、社会体育移行に関する本市の課題について。3点目、予想される社会体育移行後受け皿とその効果について教育部長に伺います。宮村教育部長。こんにちは。こんにちは。議員ご質問の2項目目、児童生徒のスポーツ環境整備事業についてお答えをいたします。まず1点目、本事業実施についてこれまでの経過と進捗状況についてお答えをいたします。県の運動部活動及びスポーツ活動の在り方検討委員会の提言において、小学校の運動部活動については児童数減少に伴いチームが組めない、指導者の不足、教職員の異動で専門の指導者が不在となる、児童や保護者の多様なニーズに応えられないなどの課題があり、将来的にこれらの課題はますます深刻となることが予想されるとの指摘がなされました。これを受け、課題解決に向けて本年3月に県教育委員会より児童生徒のための運動部活動及びスポーツ活動の基本方針が出され、その中に平成27年度から移行への検討を開始し、平成30年度末までに小学校運動部活動を社会体育に移行すると明記されました。これらのことを受けまして、本年度4月から本市教育委員会として、平成30年度末までの小学校運動部活動のスムーズな社会体育移行に向けた取り組みをスタートさせたところでございます。まず、社会体育移行への課題を整理し、本市としての方向性を議論するための八代市立小学校運動部活動の社会体育移行に関する検討委員会の設置要項を定めました。今議会におきまして、予算についてのご承認をいただければ、この10月に第1回目の会議を開き、今年度中に3回程度の会議を開催する予定としておるところでございます。これに並行しまして、検討委員会の審議事項を校長会等を通じまして各小学校に情報提供していこうと考えております。各小学校では校内委員会で情報の共有と事項の課題の洗い出しを行い、児童や保護者、地域の理解と協力を得ながら移行後の受け皿を準備していく予定でございます。いずれにしましても、小学校運動部活動の社会体育移行につきましては大きな変革を伴いますために、積極的な情報提供に努めていく所存でございます。2点目、社会体育移行に関する本市の課題についてお答えをいたします。まず、移行後の児童や保護者のニーズに応じた受け皿の確保が課題として考えられます。また、専門的な知識と技術を有する指導者の確保をどのように行っていくかということ、保護者の経済的負担の増大にどのように対応していくかということ、行き過ぎた無理な指導にならないよう児童の発達段階に応じた指導体制をどう構築していくかなど、さまざまな課題が考えられます。また、本市は地域が広範囲にわたっておりまして、地理的状況、学校規模、校区の実態等もそれぞれ大きく異なっておりますので、円滑に移行できると思われる地域と、
時間をかけてゆっくりじっくり取り組む必要のある地域との差も出てくるものと思われます。3点目、現時点で予想される社会体育移行後の効果及び受け皿についてお答えをいたします。学校運動部活動を社会体育に移行した後に期待をされる効果としましては、児童数減少に伴い団体スポーツのチームが組めなくなるという状況の解消、教職員の移動によって専門の指導者がいなくなるような状況の解消、地域人材の積極的活用と地域のスポーツ環境の活性化、学校の枠を超えた活動による地域間の交流、これまで指導に携わってきた教職員の負担感の軽減などが挙げられます。とりわけ教職員の負担感が軽減されることによりまして、教師と児童が向き合う時間が増え、ひいては児童の学力向上や不登校への対応などの充実が図られるようになることを期待をしております。次に、社会体育に移行した場合の具体的な受け皿についてでございますが、現段階では地域に根ざした多種目多世代での活動を展開されております総合型地域スポーツクラブ、そして指導者の資格取得等の制度が整っておりますスポーツ少年団、各校区でかねてよりスポーツ活動の中核を担っておられます校区体育協会等の、との連携を考えております。これらの団体を中心としてご理解ご協力をいただきながら、より良い方向へ進めてまいりたいと思います。また受け皿につきましても、今後設置を予定しております八代市立小学校運動部活動の社会体育移行に関する検討委員会に、これらの団体から参画をいただきまして、十分な議論を経た上で、指導助言を賜りたいと考えております。以上お答えといたします。古島剛君。少し参考になればと思いまして、お聞きをいただければと存じます。社会体育移行に関する本市の課題についての答弁のニュアンスでは、移行後の受け皿として誰もが生涯にわたってスポーツを楽しむことができる総合型スポーツクラブや、一人でも多くの青少年にスポーツの喜びを与えるスポーツ少年団、また地域のスポーツクラブや商業スポーツクラブなどを想定をされています。ただそれぞれのスポーツクラブにおいても、安全に正しく楽しく指導し、スポーツの本質的な楽しさ素晴らしさを伝えることができるスポーツ指導者というものが必要になってまいります。特にジュニアのスポーツ指導員は、幼少年の発育発達の子どもに対して総合的な動きづくりに主眼を置き、遊びの要素を取り入れた指導に当たるなど、スポーツに関する基礎知識、ボランティアに関する基礎知識、初心者に対する基礎的指導法などの資格を有した指導者が必要となってまいります。社会体育移行後の効果に期待をしていられるようでありますが、本議員が各校区のスポーツ指導者に聞き取り調査を行いました。その結果、なかなか楽観できるような状況にはないと思います。しかしながら、今後学校校区の体育協会地域のスポーツクラブの指導者などと競技を密にされ、子どもたちがスポーツに親しむことができる環境整備になお一層の努力を惜しまないようお願いをしておきます。以上、古島剛君。次に3点目の新庁舎建設について伺います。平成17年度の市町村合併の際、庁舎の方式は、
本庁方式とし、当時の八代市役所本庁、旧町村役場の位置に市を置く、また新庁舎の建設については、新市において八代市役所、千丁町役場、八代インターチェンジの3か所を焦点とする三角形のエリアを目安とし、新市において検討すると協定項目にうたわれ、現在に至ったわけですが、昨年度は新庁舎の建設候補地を地域審議会に諮問され、その結果を議会も了承し、現在の本庁敷地が新庁舎の建設場所と決まり、今年度はさらに庁舎建設基金の積み増しをし、新庁舎建設市民検討委員会による基本構想の策定に取り組んでおられます。また、先日の執行部からの説明では、現在の本庁舎は外壁の落下防止工事を施し、日頃から丁寧なメンテナンスを行っているので、見た目にはきれいであるが、かなり老朽化が進んでおり、耐震性も悪いとの説明を受けました。確かに40年を超えている庁舎の割にはメンテナンスが良かったのか、他市に比べてきれいだとは思います。そこで1点目、このきれいな庁舎をなぜ改修せずに建て替えるように決めたのか、その理由について市長に伺います。市長、中村博夫君。皆さんこんにちは。古島議員ご質問の1点目、改修せずに新築する理由についてお答えいたします。まず現在の本庁舎は平成8年度に耐震診断を行いましたが、耐震性に疑問があり、大規模な耐震補強が必要であるが、建物の重要度係数 1.2 を満足する補強案の作成は困難であると、耐震補強は不可能であるとの診断結果を受けております。その後、耐震補強技術が進歩し、新たな耐震補強を模索するために再度に平成21年度に耐震診断を行っております。測定した20地点のうち11地点で、IS 値が 0.3 未満であり、震度6から7程度の地震で倒壊または崩壊する危険性が高いことから、補強の実施計画にあたっては改築を含めた検討を行うようにとの診断結果を受けたところでございます。そこで耐震診断結果に基づき、現在の本庁舎で耐震補強を行いますと、1階の市民課や福祉事務所など大規模な補強壁を多数設置することになり、実用性が損なわれるため、来庁された市民の皆様に大変なご不便をおかけする恐れがございます。また本庁舎の現状は1階の窓口通路が狭い上に、待合用の椅子が置いてあるため、特に車椅子での通行が困難になっており、多目的トイレも全ての階にはないため、障害をお持ちの方は他の階のトイレを使用していただいております。加えてエレベーターも狭いため、来庁された方が倒れられてもストレッチャーでの搬出ができない状況でございます。また不特定多数の市民の皆様が来庁される本庁舎で大規模な耐震補強工事を行う場合は、来庁舎の安全確保と騒音や振動による窓口業務の妨げを防ぐために、仮庁舎を建設し、引っ越しも行わなければならないというふうに思います。さらに多額の費用をかけて耐震補強工事を行ったとしても、区体自身の老朽化から短期間のうちに本庁舎の建て替えが必要となってくることなど、長期的に考えますと
二重投資になることも危惧されたところでございます。以上のように現在の本庁舎は市民の大切な情報を保管する施設として、また市民の生命財産を守る防災拠点としてその機能を果たせなくなってきていることと、長期的な視野に立ち二重投資による市民負担の軽減を図るためにも耐震補強をせずに新築するという判断をしたところでございます。以上答弁とさせていただきます。議長、古島剛君。次に2点目、今の時期に建設を進める理由について市長にお伺いをいたします。現在の庁舎の実情や改修するにしても来庁舎の安全確保のために仮庁舎を作る必要があること、また改修することが将来的には二重投資になってしまうことなど、庁舎を新築するに至った理由についてはおおむね理解をいたしました。しかし新庁舎建設の話は唐突感があるとの意見も聞きますし、そう思っている市民もおられるかのように聞いています。また2020年に開催の東京オリンピックによる建設資材や労務単価の高騰が言われている今の時期になぜ建設を進めるのかお聞かせいただきたいと存じます。市長中村博夫君。二項目目の今の時期に建設を進める理由についてお答えいたします。近年全国で発生しております地震などを含めた大災害において多くの被害、多くの人命が奪われております。本市におきましても県が調査しました地震津波被害想定調査結果において二川日名具断層帯で中部南西部が同時に活動したときマグニチュード 7.9 の地震が発生し、その場合本市の一部では最大震度7が想定されております。建築後43年経過いたしました本庁舎におきましては、国土交通省が示しております阪神・淡路震災レベルの地震に対し倒壊または崩壊する危険性が高く、補強ではなく建て替えを検討する必要があるとされる IS 値 0.3 を下回っていることが確認されております。このことは平成16年度の市町村合併協議の段階でも現八代市役所庁舎の耐震性や耐用年数などの問題が指摘されており、当時は近い将来建て替えが必要と判断されるため真摯において検討すると先ほど議員からも言われた通りかと思います。また平成24年9月の定例会におきましても本庁舎の建設に真剣に取り組む時期が来ており、候補地選定の議論を始める必要があると答弁されておりました。そのように災害発生時の災害対策本部を兼ねる本庁舎について以前から建て替えの話が出ておりましたものの、平成22年度から小中学校、特別支援学校などの学校耐震化を最優先取り組み、また環境センター建設という大型プロジェクトが控えておりましたことから、本庁舎の建て替えにつきましては先送りにしてまいっております。しかしながら学校耐震化事業や環境センター建設事業に一定の目処がつきましたことから、現在市民検討委員会などの意見を伺いながら新庁舎建設に向けた基本構想の策定を行っているところでございます。議員ご心配のように2020年には東京オリンピックも開催されます。その影響で建設資材や労務単価の高騰なども懸念されておりますが、大地震などの自然災害がいつ発生するかわからない状況においては、市民の生命財産を守るためにできるだけ早期に
防災機能を備えた新庁舎建設を行う必要があると考えております。答弁とさせていただきます。議長、古島剛君。次に3点目であります。今年の1月に文部科学省が30年以内に大規模な地震発生確率が最大で 16% と全国で最も高いのが日名子断層帯の八代海区間約30キロと公表しております。1619年に麦島城が崩壊をして400年になろうとしております。また将来の財政負担を軽減する上でも幸いにも合併特例債が使える時期でもあります。いつ発生するかわからない地震等の自然災害に備え、一刻も早く新庁舎を建設をし、市民の生命や財産を守る使命を果たす必要はあると思います。しかし秘書官内では全ての機能が本庁に集中し、新庁舎が完成したら秘書は亡くなってしまうのではないかという心配をしているのも事実であります。将来的な秘書の利活用について明確な説明もないまま本庁方式で新築しますと言われても心配する市民もいるかと思います。そこで3点目、本庁と秘書の役割について伺います。新庁舎を本庁方式で建設する場合、本庁は全市的な政策の検討や業務の取りまとめを行う役割があると思いますが、秘書の役割をどのように考えていられるのかお聞かせください。市長、中村博夫君。新庁舎を本庁方式で建設する場合における秘書の役割についてお答えいたします。秘書は地域住民の皆様にとって旧町村の役場として非常に愛着のある施設だと考えております。市内5カ所の秘書は引き続き地域住民の皆様に窓口サービスを提供する場であり、また地域振興を推進するための中心的な役割、あるいは地域防災の拠点としての役割を担うものでありまして、新庁舎の建設後も存続するものでございます。先日の台風15号の折には各市町の地域にお住まいの皆様におかれましても大変なご心配をされたことと思います。また古島議員の地元の鏡市所におきましても、本日9月8日までこの台風による災害ごみの無料受け入れを行っているところでございます。このことを見ましても市所は本庁と連携し強固な防災体制を維持していく必要があるとの思いを新たにしております。以上、答弁とさせていただきます。古島剛君。ご答弁をいただきました。ご答弁のいただいたところで私の少し意見を述べさせていただきたいと存じます。新庁舎建設の理由では、大地震が想定をされ日名子断層帯が30年以内の発生確率が全国で最も高く早急な対応が必要なこと、改修するとしても仮庁舎を作る必要があり、本庁舎の改修期間中の仮庁舎のリース料が、これは積算資料をいただきましたが、仙町小学校の改修を例に積算すると15億円程度かかることや、耐震改修の場合は仮庁舎と改修後の庁舎との引っ越しを2回、その費用が約1億円かかること、
床や壁、梁などの建物の構造を支える骨組み、躯体自体の老朽化から短期間のうちに本庁舎の建て替えが必要となり、二重投資になること、財政負担を軽減する上でも、幸いにも合併、特例債が使えることなど、おおむね理解をいたしました。本議員もこれまで、愛知県小牧市、平成24年7月の竣工であります。愛媛県西条市、平成26年2月竣工の庁舎を視察をさせていただきました。それぞれの自治体におかれましても、新庁舎建設には各種検討委員会で慎重に検討をされ、建設に至っております。しかしながら完成後に、これは一例ではありますが、執務エリアや空調など見直しを行ったなどの説明も受けました。新庁舎建設にあたっては、先進地に学び、市民の使い勝手のいい本市の拠点機能が発揮できる庁舎となるよう強く希望しておきます。議長、古島敦義君。最後の4点目であります。4項目目、市立病院事業検討委員会について、市立病院の院長先生に伺います。まずもって、院長先生には、本会議の一般質問にご出席をいただき、心から感謝を申し上げます。それでは3点について伺います。1点目、検討委員会を立ち上がるに至った経緯。2点目、今後の方向性に対する検討状況。3点目、公営企業法全部適用の制度導入の検討状況及び市立病院在り方検討会からの提言に対する対応について、以上3点についてお尋ねをいたします。森崎市立病院長。皆さんこんにちは。議員お尋ねの大項目4、私立病院事業検討委員会についてお答えします。答弁が長くなりますがご容赦いただきたいと思います。小項目の1番目、私立病院事業検討委員会設置に関わる経緯でございますが、私立病院事業検討委員会は平成24年4月に私立病院在り方検討会から市長へ提出された提言と、その提言に対して検証した私立病院在り方プランにおいて、懸案事項の一つにされていました耐震二次診断について調査を行ったところ、目標数値より大きく下回り耐震基準を満たしていないことが判明しましたことを踏まえ、今後の病院事業の可能性について検討するため、平成26年5月に町内関係部、課職員及び病院職員により設置されました。次の小項目2番目、検討委員会での主な検討内容としては、今後の病院事業の継続について検討していく場合に想定される諸問題について検証し、その方向性を決定する上での一つの判断材料とするため、直近の経営状況や地域医療での関わりを踏まえ、耐震診断結果を受けての現施設での事業継続の可能性、自治体病院として地域医療を支えていく必要性、国が進める医療と介護が連携した在宅医療の充実への対応の3点について検証を行いました。1点目の現施設での事業継続の可能性については、耐震診断の結果 IS 値が耐震基準を満たしておらず、市の防災拠点施設や特定建築物に指定されている以上、施設の耐震化は当然必要であり、仮にその整備を行う場合には現存の建物を耐震補強し、合わせて大規模改修も行う方法と、現在の場所に建て替える方法、別の場所へ移転建て替えする方法について、それぞれの問題点を出し論議しました。結果としては、
現状の規模のまま事業を継続していく場合、費用対効果等を考慮すると移転建て替えが望ましいと考えられ、これは病院の規模を縮小する場合であっても、施設整備や利便性の面からも何らかの形で移転建て替えが必要であり、事業廃止による廃院を伴う場合にあっても現有施設の解体と跡地利用の検討が必要であると結論に達しました。2点目の今後も自治体病院として地域医療を支えていく必要性については、私立病院が提案する具体的な構想をもとにいくつかの選択肢を設け検討を行いました。各委員からの意見を集計してみると、今の状態では病院事業を廃止せざるを得ないのではないか、今後事業を継続するのであれば今の医療情勢を的確に把握し、市民のニーズに合った特色ある医療を提供しなければならない、そのためには民間にはできない僻地医療や結核医療などの政策医療を行いながら、現状で不足しているリハビリ機能を備えた回復期医療や緩和ケアなどを行う、他の病院と違ったカラーを出すことが重要であるという意見が出されました。3点目の国が推進する医療と介護が連携した在宅医療の充実への対応については、経営を安定化していく上で診療報酬改定後の新しい病床区分に対応するためには、看護基準の見直し、在院日数の短縮、リハビリなどの専門スタッフの配置等、クリアすべきハードルが高いため、実現に向け今後も院内で検討を続けることとしました。なお、現在八代市郡の医師会と行政による在宅医療連携体制、いわゆる地域包括ケアシステムの構築に取り組んでいるところですが、現時点では私立病院の具体的な位置づけが見えていないことから、今後もこの計画策定に積極的に関わっていく必要があります。これら3点を総合的に判断いたしますと、今後の私立病院事業の方向性としては、市民のニーズに合った特色ある医療を提供し、自治体病院の役割を明確にした上で、一つは現在の事業規模を維持し、継続運営していく。二つ目は無償診療所として規模を縮小し、継続運営する。三つ目は病院事業を廃止するの3つの方向性を定めました。それぞれの方向性に対する考え方の概要を申し上げますと、一つ目の現在の事業規模を維持し継続運営していく場合は、私立病院の医療機能を主に高齢者を中心としたリハビリ機能を備えた回復期医療や療養や緩和ケアなどの慢性期医療を担いながら、医師会をはじめ介護事業との連携を強化し、地域包括ケアを見据えた在宅医療の推進を行ってまいります。二つ目、無償診療所として規模を縮小し継続運営する場合の考え方については、施設整備に合わせ入院機能を廃止して診療所として近隣校区を中心に外来診療や訪問診療を行いながら、他の医療機関と連携することによって市内全域をカバーすることのできるような在宅医療を実施していくことで、地域包括ケアシステムの構築に寄与していく方法でございます。3つ目の病院事業を廃止する場合の考え方として、建物が耐震基準を満たしておらず早急に改修が必要であり、現在と同規模での改修費用は多額の資金が必要であり、今年度の記載償還を含め安定経営を継続するためには相当の経営努力が必要であり、維持継続できない可能性もあるということです。またこれらを検討する上で、規模縮小または廃止する場合の職員の処遇問題については非常に重要な問題となりますが、今回の判断材料からは一旦除外しております。小項目の3番目、公営企業法全部適用の制度導入の検討状況及び私立病院在り方検討会からの提言に対する対応についてです。在り方検討会から提出された提言書では、私立病院の目指す診療機能、経営基盤の安定、施設改修、地域との連携の4点について提言をいただいております。まず私立病院の目指す診療機能及び経営基盤の安定につきましては、当院が八代地域医療圏で求められている大病院からの急性期を過ぎた患者の受け皿、あるいは介護福祉施設からの受け入れ医療機関としての機能を発揮できるよう、市内各医療機関や介護福祉施設への挨拶回りや空きベッド情報を毎週お知らせしたり、昨年度からは新たに地域医療連携室を設置し、
患者の受け入れや退院先の支援を積極的に行っております。その結果、入院ベッドの利用率も8割を超え、在院日数も短くなり、収益の確保につながり、目標でありました平成29年度までの黒字化を平成25年度より達成することができております。また、公営企業法の全部適用につきましては、平成25年度より実施すべきであると提言をいただいておりますが、想定外の医師の退職や制度改正による長期入院患者の診療報酬減額算定による収支の悪化が見込まれるため、当時検討中の在り方プラン検討委員会において全部適用の導入については、病床利用率向上などの収支改善に向けた独自の取り組みを行うことで収益増加を図ることとし、一旦見送ることとしているところです。全部適用のメリットとして、経営責任の明確化、管理運営体制の構築、事務部門の最適化、職員の経営意識の向上などが挙げられますが、実際には市長部局の職員との均衡を図る必要があり、給与体系の根本的な見直しには多くの課題があるのも事実です。また、労務管理の負担増大や管理部門の肥大化などデメリットも予想されます。総務省より公表されています全部適用化に伴う医療収支比率の改善については、制度を導入した約6割の病院は収支が改善していますが、残りの約4割は収支が悪化していますことから、全部適用化が必ずしも経営の改善につながるわけではありません。次の施設改修につきましては、提言にありますとおり、平成25年度に耐震二次診断を実施したところでございます。最後の地域との連携につきましては、病院独自のホームページでの情報発信、病院広報誌の発行、地元宮地地区でのイベント等への参加など、積極的に地域との連携にも取り組んでまいりました。今後の全国的な取り組みとして、議員ご案内のとおり、今年度から2カ年の予定で地域医療構想の策定がスタートしております。平成37年にはいわゆる団塊の世代が後期高齢者となり、社会保障財政のバランスが崩れるとも指摘されています。そのため、民間病院を含めた将来の医療提供体制に関する構想が策定され、安田地域におきましても病床数をはじめとする医療の機能分化が明確になります。また、同時に公立病院では、この地域医療構想の内容と整合した形で、前回の公立病院改革プランに引き続き、新しい公立病院改革プランの策定にも取り組むこととなっております。そのため、私立病院の方向性と全部適用の制度導入につきましては、八代地域医療圏の医療構想での検討状況も踏まえながら、慎重に検討してまいりたいと考えております。以上、お答えといたします。古島敦義君。ただいまのご答弁の中で、3パターンの方向性のが示されたところであります。その問題点を踏まえ、今後どのように進めていくのか、市長にお伺いをいたします。市長、中村博夫君。現在の私立病院は建設以来46年が経過しております。施設の設備の経年劣化や老朽化が進んでおりまして、さらには耐震基準を満たしていないことが判明いたしましたことから、今後の病院事業の方向性を決定する上での参考するため、病院事業検討委員会を立ち上げ、多様化する医療ニーズに私立病院がどう対応していくかの検証をしてまいりました。今、森崎委員長からもルール答弁あったと思いますけれども、それぞれの方向性に対する課題や問題点を踏まえまして、地元医師会の皆様のご意見も拝聴しながら判断しなければならないところでございますが、
まあ、先月からスタートいたしました地域医療構想検討会議におきましても、八代地域における必要な医療需要と病床数などが協議されておりますので、まあ、その状況を見据えた上で、議員の皆様とも相談しながら慎重に結論を出していきたいと考えております。議長、古島剛君。はい、これまでの経営改善に向けた努力には理解をいたしますものの、残念ながら昨年の6月に一般質問をしましてから状況の変化というものはあまり見られません。昨年の在方検討会からの提言書での指摘事項については今後も継続して検討していくこととしましたとの答弁でございました。今回の答弁でも前回の公立病院改革プランに引き続き新しい公立病院改革プランの策定にも取り組むこととなっております。私立病院の方向性と全部適用の制度導入につきましては慎重に検討してまいりたいと、ただ現状では耐震の問題は待ったなしであります。耐震改修となれば仮設の診療所や仮設の病床が必要となります。そしてまた改修となれば必然的に最新の医療機器の導入、購入、ドクターの確保など課題もあります。その費用対効果は経営の安定継続も課題であると考えます。検討委員会では3つの方向性を定めてあります。無償診療所や事業廃止するとなれば職員の処遇問題も発生します。ただ厚生労働省の来年度の概算要求では医療費は11兆5000億円と社会保障費の中で最も高く、医療費の対価である診療報酬の引き下げへの改定作業が加速をすることが予測をされます。また医療費抑制を図るため今後でありますが、病院のベッド数、一般病床でありますが全国で119万床、熊本県では1万600床の削減が求められています。このような状況の中、私立病院の存続については耐震問題が重くのしかかっています。答弁のように慎重に検討してまいりたいというような状況ではないと考えます。本議員の考えとしては職員の処遇問題もありますが、無償診療所がベストだと考えます。いずれにしても早急に方向性を出されんことを要望しておきます。先ほど院長先生の方から2つ目の無償診療所継続運営の場合、訪問診療や訪問看護と看護を実施していく方法も云々というお話がございました。実は一般社団法人夢ネットハチドリというのがございまして、熊本の杉野クリニックの院長先生や福田病院の理事長先生方が、これに入っておられますが、その先生方の講話を聞く機会がございました。というのもうちの家内が県立病院の心の医療センターの看護師でございましたので、そのような機会をいただいたところであります。主に高齢者への訪問看護の話でありました。その中で感銘を受けたお話がありましたので、少し時間がありますのでご披露をさせて終わりたいと思います。それは南米の民話でありますけれども、ハチドリのお話という話であります。森が燃えているとき、他の動物は我先に逃げる中、クリーンキティという名の
ハチドリだけは行ったり来たりして、くちばしで水のしずくを一滴ずつ運んでは火の上に落としていきました。このクリーンキャンディーの行いを他の動物たちが笑うと、クリーンキディは、私は私にできることをしているだけと答えました。本議員も小さなことでも本議員自身にできることに情熱を燃やしてまいりたいと存じます。以上で一般質問を終わります。